左手にトヨタ。ああすみません。見とれていて道路に大きな石があり乗り上げました。ちょっと店を止めて。ああ怖。しっかり見とれました。違う指名とあったのですが、トヨタ自動車に入ってから豊田市に変更されました。立派な建物です。45,000人の大観衆を感動で包み込むことができます。吊り屋根構造でメインスタンドは4階から全体が見渡される鳥の目のように上から見れる座席となっているようです。正面です。回り込みます。見えなくなってしまったので戻ります。38度で猛暑日です。誰もいません。芝生には動物の置物が置かれています。野球の試合はしているようで、ここからの眺めが一番素敵だと思います。黒川紀章は日本を代表する建築家で、印象的な外観を好み、橋とのコラボはまるで未来都市に来たようです。ご覧ください。戻ります。1986年フランス建築アカデミー賞を受賞しました。その時妻の女優若尾綾子さんが白っぽい着物でタラップに乗る姿がテレビニュースで流れたのを思い出します。本当に綺麗な女優さんでした。駐車場の方に回ろうと思います。1時間無料です。記念に写真に入れていただきました。どうぞチャンネル登録お願いいたします。